スペースガールプラネットの押し上げ押し上げプロジェクト、イエーイ、皆さんこんにちは。始まりました、スペースガールズプラネットの押し上げ押し上げプロジェクト第7回目です。イエーイ。はい、パーソナリティを務めさせていただきます、年中無休の反抗期ゆいゆいこと伊藤ゆいと、ちっちゃいけれど踏まないでちっちこと滝口千里、二次元パワーで頑張りますアリリン、今年のアリサト、ミニクボはみんなの笑顔のポケット、アスクことハズキアスカで、スペースガールズプラネットです。よろしくお願いします。スカイツリーの真下、押し上げにあるスマホ放送局ワロップからお届けしております。SGP の押し上げ押し上げプロジェクト。ぜひぜひ最後までお付き合いください。はい、本日の放送はこの後 CM を挟みまして、直前に迫りました SGP ライブスペシャル4人目の宇宙少女が地球に到着の見どころ紹介や、教えて SGP5 つの質問をお届けします。今回の教えて SGP5 つの質問は、前回に引き続きエクレア星からの使者アリリンことシーナアリトに答えていただきます。そして17時から17時15分のワロップ有料会員の方のみお聞きいただけます。エクストラタイムでは SGP ミーティングをお送りいたします。はい、そんなわけでですね、はい、先週末ソガーデの花火大会でね、あのイベント出演させていただいたんですけど、はいはい、どうでしたか？花火めっちゃ綺麗じゃなかった？綺麗だった。思った以上だったね、なんかすごい綺麗だったよね、踊る大捜査線の曲が始まったかと思えば、大輪の花火が空に浮かんで、ね、今年初花火？初花火でした。おお、ね、初花火、初花火、みんな初花火、いやいや、初花火、初花火、ちち噛んでんじゃないよ花火で噛まないで、ごめん、初花火、初花火はい、ね、綺麗だったけど、またなんか機会があったら花火、みんなでやろうね、手持ち。あ、手持ち？うん。線香花火やろう、線香花火。あの、多分うち一番に負ける気がする。負けそう。やろう。やろう。夏の、この夏の、目標は、4人、SGP4 人で手持ち花火をやること。オッケー。いいですか？オッケー。はい。ということで、SGP の押し上げ押し上げプロジェクト、ぜひぜひ最後までお付き合いください。